歌沢柴金は、歌沢武士の歌沢柴派の名跡。明治7年8月27日本名は、柴田金助。江戸高佐護町に住む、御家人であった、柴田や三郎の三男。後に、羽歌の歌沢笹丸と共に、歌沢柴金の名で行動するようになる。笹丸没後は、歌沢柴金と解消し一派を立てた。文久元年歌沢と佐田言。 明治三年には、歌沢柴衛門を名乗った。三代目柴金は幼女。明治十年九月十四日初代の門下で、養子で家元を継ぐも転職し創生した。とあるが、創生は誤りであり、以下のように訂正する。柴田邸之介、三代笠は柴金を母とし志村、和平は義父にあたる。初代が明治七年に没すると家元を継ぎ二代笠は柴金となる。 しかし、笠さに馴染めず、明治21年7月より、佐藤会社に転職、従って、母勢伊が参戦歌、沢柴金を襲名したのは、明治22年でなく、明治21年である。定之助は、明治31年古賀工業所に移った。また多くの百科事典などで創生したとあり、本欄でも、明治10年9月14日とあるが、 明治10年ではなく明治40年9月14日である。少年はもう少し後年と思われるが不明である。明治44年5月27日本名は、柴田誠子。江戸深川久米町の海鮮業、南部屋久次郎の娘。父が溶接したため初代の幼女になる。署名を、歌沢、柴誠。明治22年に三代目柴金を襲名。 活動場所を東京だけでなく横浜、名古屋、上方まで活動を広げ、全国に、歌沢と、歌沢芝金の名をとどかせた。明治31年に引退し自宅で一門の育成に力を注いだ。明治41年に、名の金庫に四代目芝金を譲り、隠居し歌沢とさを襲名した。作曲には、軍の神、武蔵野。とあるが、詳細を記述する。 江戸深川熊井町の江船行、南部や千船九次郎の娘千船聖。父が溶接したため、母、唐は、初代柴金の5歳となり、聖は、幼女として、柴田誠を名乗る、後笠は柴聖。また、松坂の志村和平の妻となってから志村誠清、も名乗る。明治21年に三大笠は柴金を襲名。 活動場所を東京だけでなく松坂、桑名、名古屋、大阪まで広げ、全国に、歌、沢柴金の名をとどろかせた。志村和平が、明治34年東京日本橋で、常番儀クラブを創設するにあたり、時は木クラブの代表者を妻の柴田聖として、そこで一門の育成に努めた。明治41年に引退し、名の柴田金庫に四大化沢芝金を譲り、 隠居し歌、沢と沢を襲名した。明治四十四年五月二十七日、深川公園大小宅で没した。深川霊玄町、再生院に葬られ、法名、松銀室清誉れとさ大師、分骨して、松坂しがらき寺の志村家墓地にも葬られている。四代目柴金四月四日昭和五十六年二月十九日、本名は、柴田金子。東京の生まれ、 おばが三代目柴金、姉は二代目歌沢柴税も、明治四十一年に四代目柴金を襲名。昭和三十三年に実施に五代目柴金を譲り、隠居し歌沢と差柴金を名乗る。昭和五十一年に、君後東方官還賞。長男が五代目柴金。とあるが、下記の事項を補填する。初代の息気、柴田保の三女、金子、三代目歌。 沢柴金の名。長子、柴田清氏は、三味線に長子二代目、柴聖を襲名。二女幸子は、笠輪に踊りをつけ、笠輪ぶりとして講演した。金子は明治四十一年に四代目歌、沢柴金を襲名。五代目柴金二月十六日昭和六十一年九月二十一日。本名は、柴田治。東京の生まれ、四代目実施。 青山学院大学の学生時代は、ジャズのシンガーとして活躍。戦後本格的に歌沢に専念し、昭和33年に五代目柴金を襲名。晩年には、歌沢太夫柴金を名乗った。文家の歌沢、柴清吉が1990年に六代目柴金を襲名。ありがとうございます。